小説の差し絵、奇跡人間は1936年のイギリスのファンタジーコメディ映画。H.G. ウェルズが1898年に発表した短編小説、奇跡を行う男を自らの手で脚色し、社会主義者であった彼のイギリス上流階級に対する不満や当時ヨーロッパで勢力を増していた共産主義、ファシズム、ナチズムの脅威が反映されたものとなった。 制作はアレクサンダー・コルダ。監督はドイツ出身のアメリカ人監督ローター・メンディス。3人の神々が実験のため、イギリスに住む中年の仕立て屋、ホザリンゲーに超能力を与える。ホザリンゲーは最初こそ戸惑うがすぐに喜び、家具を浮かしたり、三角帽子から猫を出現させたり、同僚の女性店員の怪我やそばかすを治したり、 嫌いな景観をひだるまにした上でサンフランシスコまで瞬間移動させたりする。しかし超能力には一つだけできないことがあった。それは人の心を変えることで思いを寄せる女性店員、映画が自分に恋する幼鳥能力をかけてみたが全く効かなかった。ホザリン芸は奇跡を行う男として街の話題になる。その超能力を何に使うかについて ビジネスで大儲けしたらという者も,もいれば、事前に使うべきだというものもいた。ホザリンゲーは、町の有力者である、ウィンスタンレー大佐の家の酒を、石鹸水に変え、所蔵している武器を農具に変える。そうすることで、ウィンスタンレーの心を平和を愛する心に変えようと、したのだ。しかし、ウィンスタンレーは考えを改めるどころか、ホザリンゲーを、危険人物とみなし、 射殺しようとする。不死身の体のおかげで死なずに済んだホザリンゲイは、報復としてウィンスタンレイの屋敷を大理石の宮殿に変え、そこに世界の指導者たちを召喚して自分は世界の王となり、戦争や疫病、基金のないユートピアにするよう皆に命令する。しかし、時間が欲しいと言われたので、ホザリンゲイは地球の自転を止める。たちまち地上はカタストロフとなり、 破滅する。ホザリンゲーは最後の力で超能力を得る直前に戻る。奇跡は二度と起こらなかった。1936年、小説家のグレアム・グリーンはザ・スペクテーター氏にこの映画のことを書いた。演出と制作が話にならない。これはウェルズ氏のせいではない。さらに監督のローター・メンディス氏のせいでもないのかもしれない。緩慢さ、下品さ。 角の強調は、コルダ氏のプロダクションの特徴だからだ。ニューヨークタイムズ紙のフランク・ニュージェントは、緊直なウェールズ哲学が透けて見える楽しい、ユーモアファンタジーと評価し、ローランド・ヤングの演技を、のみの心臓を持ち、想像力に欠ける、小市民を演じきり、人間の儚さと善行を体現していると称賛した。ローター・メンディスの演出は、陽気さと、 学識部傘との健全な均衡を達成している。要するに、ウェルズ氏は新たな表現手段をうまくこなしている。ストリーミングオーディオ。ありがとうございます。